新型コロナウイルスの感染が拡大する中出演者の方々や番組スタッフの安全に配慮するとともに感染拡大の予防に努めていくため NHK はきょう1日以降を予定していた大河ドラマキリンが来ると連続テレビ小説エールの収録を当面見合わせることとしました。ドドララママ番組の収録に際しししててははこれままでも感染予防対策を徹底してきましたが大河ドラマと連続テレビ小説は 出演者とスタッフの数が多く、出演上安全対策にも一定の限界があると判断しました。なお、現時点で両ドラマ番組の関係者に感染の疑いのある人は出ていません。今回の措置はあくまでも n. H. K. の自主的な判断により。感染予防を優先的に感染予防を最優先に収録の一時休止を決めたものです。直ちに放送が休止することはない。 と NHK は先ほど発表しました。